ようございます。弁護士の北川です。2019年10月の7日ですね。時事ニュース、法律的な解説させていただきます。といってもちょっとですね、3、4日前のニュースを扱わせてください。ちょっと分けあってね、このニュースを扱います。道端アンジェリカさんのご主人が恐喝の疑いで逮捕されたというニュースですね。そしてこのアンジェリカさんも現場に居合わせてたということで、まあ、恐喝罪についてお話をさせていただきたいなと思います。刑法の249条に恐喝罪があります。人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処するというね、まあ、10年以下ですが、まあ重いのかなと思います。恐喝っていうのはこれ難しい言葉でですね、定義させていただくと、相手に対して犯行を抑圧するに至らない程度の、まあ、脅迫っていう感じですかね。まあ、そのビビらせてるんだけども抑え込むまではいかない程度の脅迫という感じですかね。逆に強盗罪ってあるじゃないですか。あれはもう犯行抑圧させる程度の暴行脅迫っていう形になってるんですね。ちょっとレベルが一段階下がるのが恐喝罪だと思ってください。で、今回道端アンジェリカさんのご主人はその被害者の男性に対して、お前の家族をめちゃくちゃにしてやる、嘘をついたら鉛筆で目を刺すというですね、まあ当然これやったら傷害罪とかになっちゃいますので、悪い行為の内容を伝えてますよね。まあ当然これは恐喝恐喝になると思うんですが、この伝える内容が正しい、ことであったとしても、その伝え方によって相手をビビらせてしまったら、これは恐喝罪になります。例えばこの前貸したお金返してっていうのは別に悪いことじゃないですよね。自分の権利をちゃんと行使して相手に伝えるだけですから。ただその伝え方が、例えば、おい、金返すよくれ、金返すよくれみたいに、例えばね、やっちゃう場合は、それはですね、まあ対応によっては恐喝罪に当たりうる場合があります。さて、じゃあ道端アンジェリカさんが恐喝罪の共犯者になってしまうかどうかですが、こればっかりはね、まだ具体的な事情が明らかになってないので、正直何とも言えません。道端アンジェリカさんのコメントにはですね、まあ自分の旦那がですね、その恐喝行為をしてる、まあ、お金を請求してると知らなかったというふうに言ってますので、このね、あのコメントが事実であれば、もちろん共犯者には当たらないと思います。まあ、共犯者側に立ってですね、一緒に脅していたりとか、あとはそれこそその夫を使って指示していたりとかね、そそのかしていたりとか、あとは助けていたりサポートしていたりしたら共犯者に当たる場合があります。本日のおさらいでございます。恐喝というのは、相手を完全に抑え込むまでは至らない程度にビビらせて、財物お金等をですね、要求してそれをもらうことを言いますね。この場合には10年以下の懲役ということになります。恐喝罪、強盗罪の違いもね、合わせて覚えておいてください。以上でございます。恐喝罪と強盗罪の違い、そういうことなんですね、わかりましたって方いましたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、あとお友達に弁護士が YouTube チャンネルやってるよってシェアしていただけると嬉しいです。それでは今日も一日頑張っていきましょう。また明日明後日とご覧になっていただければ、めちゃめちゃ法律知識レベルが上がると思います。ちなみに本日10月7日はミステリー記念日でございます。1849年10月7日に推理小説の先駆者と言われるエドガー・アラン・ポーが亡くなったことに由来するらしいです。なるほどね、江戸川乱歩。This program is supported by Extra Come on.